こんにちは。今日はですね、第3回過去進行形について学んでいこうと思います。Let's read。 読んでみよう。ユートですね、ユートとエミリーですね、エミリーが仕事場で話しています。会話文のように後の問題に答えていきましょう。それではこちらは本文になりまして、まずはここからやっていこうと思います。1番の河川口の日本語に合うように次の黒に適切な語を入れましょうと。河川口はここですね。では最初から訳していきましょうか。はい、Can you help me? と、これでですね、私を手伝ってくれるという意味になりますね。まあ、助けてくれるっていう形ですかね。Can you? Can って何々できるという意味なんですけど、Can you であなたはできますかではなくて、ここではですね、手伝ってくれますかという意味で使われていますね。It is an emergency. Emergency、これは緊急事態という意味ですね。そしてまあ一つの緊急事態というんですかね。まあ、日本語だとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、一つのまあ出来事で、それが緊急事態であると。そういったニュアンスですね。で、緊急事態ですと。I need your help right now. 私は必要です。あなたの助けが right now。今すぐって形ですかね。Right now ではなくて now だけでも OK ですね。I need your help now っていうのも、私は今あなたの助けが必要ですという意味になるんですけど、 Right now とすることによってまあ強調していると、そういった感じですね。そして Emily が What happened? これ何が起きたのという意味ですね。よくある間違いとしてはですね、 What did happen? っていう形にしてしまうということですかね。これもフレーズです。 What happened? 何が起きたのっていう疑問文ですね。で、did とは入らないのがポイントです。そして、I borrowed Daiki's dictionary. 私は借りました Daiki の辞書を。しかし、I lost it. 私はなくしてしまったと。この意味と何を指したのかって言ったら、Daiki の辞書ですね。はい。Daiki の辞書なくしちゃったんだよと。そして、今朝会議があって使っていたんだっていうのを、ここで作るということですね。そうしますと、今朝会議があって、あってのところ、and ですね。そうしますと、ここまでが、ここまでかな。今朝会議があったという文章を作ればいいですね。そうしますと、これは過去形の文章ですね。過去形の一般動詞の文章です。そうしますと、I の後に入るのは、had ですね。ありましたよと。帰りとかがあるという場合は have が、使われるんでしたね。そして過去形ですので had と。で、何があったのか、会議。一つの会議ですね。ですので I had a meeting ですね。I had a meeting。で、今朝。this morning ですね。朝。朝の場合です morning なんですけど、今朝と。まあ、今日の朝という場合は this morning という形になりますね。I had the meeting ではないですよと。なんでこれ that ではないのかと言いますと、その会議っていうわけではないからですね。もし文脈上どの会議かっていうことがお互い分かってれば OK なんですけど、そうではなくて、いや、ただ単に会議が一つあってねっていう形ですね。まあ一つ会議があってといったニュアンスですかね。だからここはあが使われていると。そして次です。使っていたんだと。私は使っていたんですよね。ですので、and I が入っていまして、何とか何とか it と。ポイントは使っていた。これは過去で使っていた進行形ですね。そうしますと、過去進行形は B 動詞の過去形プラス動詞に ing です。現在進行形の B 動詞を過去形に変えてあげるだけなんですね。そのため、ここに入るのは I の過去形の B 動詞である was です。そして、使う、これに ing を足すので using という形になります。 use は use なんですけど、この場合は e を i に変えて ing、 あ、e を i に変えて ng かな、という形になりますので注意してください。ですので、よいしょ、 I had a meeting this morning and I was using it という形になりますね。
次ですね、下線文の it、ここですね、まあ、何か英語で答えましょうと、まあ、議事録借りていてなくしちゃって会議があって使っていたんだ。 I didn't use it after I came back to our office。 私は使わなかったですね、それを。それって何かって言ったら第一の辞書ですね。 After I came back to our office、 内々の後で。じゃあ何の後なのかって言ったらここですね。はい、私が戻ってきてから私たちのオフィスにということですね。ですので、まあ、オフィスに戻ってきてから第2の辞書使ってないので、I think it is in the meeting room。私は思う、じゃあ何って言ったらこの後の文章ですね。じゃあ何を思っているのかと言いますと、よいしょ。それは会議室にあるとと。その会議室ですかね。だが入ってます。じゃあなんでここだがついているのかと言いますと、今朝会議があったんですよね。その会議が行われた会議室というふうに限定されているので、ここにはだがつくんですね。で、おそらく私が思うに、そこに、まあ、その会議室にそれがある。じゃあこのそれって何なのかって言ったら、はい、第一の辞書ですよね。これが会議室にあるであろうというお話なんです、ですので英語で答えましょう。このまま書けば OK と。 Dyke is dictionary というふうになります。よいしょ。はい、では次です。河川部さんの、カッコ内の語を並べ替えてどの部屋を使っていたのというのを作りましょう。正しく言う単語は一応含まれていますので注意してくださいと。ここですね。まあ、第一の辞書、会議室、まあ、今朝会議あったその部屋っていうんですかね、にあると思ってます、思いますっていうのを言っていて、どの部屋を使っていたのっていうのをこちらを使って作ると。そうしますとポイント、まずどの部屋、これは which room ですね。どの部屋をと、 which room。 そして使っていたってことは、これ過去進行形の疑問文ですね。そうしますと、現在進行形の疑問文を思い出してもらいたいです。現在進行形の疑問文の場合、基本的に B 動詞があって、主語があって、その後に動詞 ING でしたよね。基本的には同じです。ただ単に B 動詞を過去形に変えてあげるだけで終了です。そうしますと、B 動詞プラス主語プラス動詞に ING と。Which room were you using? という形になりますね。Which room were you using? Did は使わないですね。進行形ですので使われるのは B 動詞ですね。そのため答えは、よいしょと。Which room were you using? というふうになります。よいしょ。で、あ、次の問題に行ってしまいますので、ここを訳していきましょうか。まあ、どの部屋を使っていたのっていうのがあって、 It was room 210もしくは210とか210とも言うのかな。それは、まあ、部屋番号210でしたよと。例えば210番室でしたよとかですかね。 It is on the second floor。 それは2階にありますって話ですね。何階に、例えば1階にとか2階にとか3階にという場合は、前置詞音が使われるんですね。まあ、その上に乗っかってるというイメージです。1階の上に乗っかってる、2階の上に乗っかってるって感じですかね。そして The second floor なんですね。なんで The なのかというと、まあ、どの建物なのか、まあ、例えば今回の場合ですと、まあ、ユートとエミリーが勤めている会社がある建物っていうんですかね、会社の建物の2階という形になるので、もうどの2階なのか限定されているので The second floor というふうにあるんですね。そして It is on the second floor、 そうですね、Room 210っていうのは、210番室っていうのは2階にありますよ。で、Room 210もしくは210、210 210っていうかな。はい、おそらく Room 210ですね。210番室、That is by Mr. Iguchi's office.
それは、Mr. 井口、井口さんのオフィスのそばですねという意味ですね。このバイというのはそばという意味で使われていますね。よいしょ。それではここが終わりましたので、次に行きましょうと。210番室井口さんの、オフィスの近くだね、あそばだねって言っていて、ゆうとで始まっていくのですが、ちょっと問題読みましょうか。ゆうとが今朝出席した会議の予想ラッシュでは一つ選びましょうと、まだ登場してないですね。ですので、まあ読み進めていきましょうか。はい。そうだよと、井口さんのオフィスの近くの、まあ、そばだよって言ってて、He was in the meeting too. 彼もいました。その会議にって形ですね。そして、It was a very big meet. それはとても大きな会議でした。I think we had about 30 people. 私は思いますよ。何を思うのかって言ったら次の文章ですね。We had about 30 people. 30人ぐらいいたと。そして、エミリーが、Wait! 待って Were you having a meeting with the president? というのが書いてあります。はい、これは B 動詞プラス ING。過去形の B 動詞プラス動詞で ING ですので、過去進行形ですね。Have ですので、でさらに meeting ですので、まあ、会議をしていたのっていう感じですかね。で、あなたは、まあ、会議をしていたの、会議があったの with the president? 誰々と一緒にっていうのを覚えてですね。で、The President。President ってこれ社長ですね。The がついてます。なんでなのかといったら、2人が勤めている会社の社長、1人しかいないですよね。ですので、もう限定されているんです。だから、The President というふうになるんですね。このことから分かる通り、井口さんっていうのは会社の社長さんなんですね。で、Why was he there? なぜ彼がいたのと、そこにという文章になってますね。そして、Because we needed to talk about our new project with him というのが書かれてますね。なぜならば、私たちは話す必要があったんですよと。何についてって言ったら、Our new project。私たちの新しいプロジェクトについて、彼と。いう話ですね。でそれでまあ彼と私たちは彼と私たちの新しいプロジェクトについて話す必要があったからという形ですね。It started in January. それは始まったんですよ。In January. 1月にですね。1月にと月に関して言うのであれば、まあ、何月にかな。因が基本的に前置詞として使われますね。それって何ですかって言ったら、私たちの新しいプロジェクトですね。は、1月に始まったんだけど、It is not going well。これは進行形、進んでいるですよね。これは現在進行形ですね。進んでいないんです。よくは。という形ですね。それはよくないんだよ。1月に始まったんだけどうまくいってなくてねとかそういった感じですかね。So, だから We needed to change our plan. 私たちは変える必要がありました。私たちの計画をという文章ですね。そして Emily が Was he sitting close to you? これもよいしょ B 動詞の過去形プラス動詞に ING、まあ、セットの場合ですと最後が母音、単母音って言うんですけどね。例えば、セット、そうですね。カタカナで書くと、よく言うのが、まあ、セットかな。シットというと、ちょっと良くない言葉になってしまうので、こうしましょうか。はい、セット。ですね、カタカナにしたときに最後が、小さい2プラス、まあ、なんかシーンっていうんですかね。そういった場合は、よく重ねる、音を重ねるとか言ったりしますかね。ですので、まあ、今回もそうですね。sitting, sit。単語インプラスシーンですかね。その場合っていうのは、シーンを重ねて ing という話ですね。
ですので、Was he sitting close to you? 彼は座っていたのですか？近くにあなたのという形ですね。そして、ユートが、Yes, そうだよと。He was sitting on my left. 彼は座っていました。私の左側に。On なんとか's left. これ結構決まった言い方かな。はい。どちらのサイドにっていう場合は、これ、on が前詞使われるんですね。で、on my left. って言ったら、私の左側に。そして、Ms. Kato。加藤さん。っていうのは何者かって言ったら、私の上司ですね。カンマカンマで挟んで誰なのか説明するという形です。ですので、私の上司であるボスっていうのは、コーヒーでも使えてますけど、これはですね、上司っていう意味があるんですね、ボス。まあ日本語でも言いますかね、ボス。私のボスに聞かなければみたいな、そんな、まあマフィアとかだとよくボスとか聞きますからね。ですけど、まあ英語では普通に、なんでしょう、上司という意味になりますね。そしてすみません話がそれましたが、私の上司である加藤さん女性ですね、加藤さんは座っていました、私の右側にという話ですね。だから私は I was nervous、これは緊張していたという文章ですね。私は緊張していたんですよ。 My hands were shaking the whole time。 私の手なんですけど、これ複数形なんですね、私の手ですので、これ両手を指してますね、腕が、まあ、手が3つある場合はないんですけど、そういう場合はじゃあどの手なのかって話なんですけど、これ複数形にすることによって、まあ、両手ってことを指してますね。 My hands were shaking、 これも進行形ですね、Hands と複数形ですので B 動詞は複数形の word で shake、 shake ってこう震えるとか振るとかいうのもありますね。で震えていた、ああいう字ですね。The whole time。これ結構決まった言い方ですね。これずっとという意味です。The whole time です。まあその間ずっとですかね。だからまだ中ついてる。そういった考え方の方がまあ覚えやすいかなと思いますね。はい。っていうのがありまして、4番ですね。ユートが今朝出席した会議の様子を表している絵を一つ選びましょうというと、座っていた場所を説明していると最後の、ここですね。そうしますと、井口さんですね、まあ、社長が He was sitting on my left、 ユートの左側に座っていたと、つまりユートから見たら左側ですので、これは OK ですね。これ違いますね。あ、これも OK ですね。あ、これ違います。右側になってしまいますね。そして、もう一つヒントがありますね。Ms. Kato と、加藤さんは、私の右側に座っていたと、つまり、これじゃないですね。そうしますと、答え、右側に座っているので、加藤さんは右。これですね。はい、1番が答えというふうになりますね。よいしょ。こちらですね。よいしょ。4番、あ、ごめんなさい、5番ですね。下線部4の ran into の意味は次のうちどれか一つ選びましょうということですね。そうしますと、まあ、訳してみましょうか。ここですもんね。じゃあちょっとパーッと、進んでいこうと思います。エミリーが、Is Ms. Kato your boss? 加藤さんはあなたの上司なのってことを聞いてますね。I talked to her last week. 私は話しましたよ。彼女と先週という意味ですね。ポイント、talk to her。これ talk to じゃなくて talk with them も OK ですかね。talk with her。そうですね。まあ、talk to の場合ですと、to ですので、話しかけていってるって感じですかね。talk with の場合ですと、まあ、お互い話すという形ですかね。まあ、両方とも基本的に同じような意味で使われますかね。はい。そして、I think、はい、私は思いますよ。She is a nice person。彼女はいい人だと。
person、これ人ですね。で、複数形だとまあ people がよく使われますかね。people です。persons、まあ、persons っていう言い方も実はあるんですね。persons の場合ですと、個々を強調しているとか、そういったニュアンスがありますかね。people だとひとまとめでとか、そういった感じです。よいしょ。で、why did you talk to her? なんであなたは彼女と話したのという文章ですね。で次です。Because I ran into her at the new Italian restaurant by the station. はい。なぜならば、私は何かしたんですね。彼女とかな。At the new Italian restaurant。どこでって言ったら、新しいイタリアンレストランで。By the station。駅のそばのということですね。ここ、だらになってます。なんでかって言ったら、駅のそばのイタリアン、新しいイタリアンレストランって言ったら、一つしか多分ないという形ですね。で、まあ、お互い、リュートとエミリーが、まあ、お互い理解しているものというのがあるので、the なんですね。そして、by the station。はい。この the も、おそらく、まあ、この会社の建物っていうんですかね、オフィスの近くの最寄りの駅の、最寄りの駅というのがもう限定されている、基本的に何でしょう、いや、駅の近くのって言ったら、まあ、会社から見て駅、会社から見て一番近い、駅ということになりますので、ここはお互い理解しているため The というふうに言いますね。はい。で、まあ、彼女と何かってイタリアンレストラン、新しい、あ、駅のそばの新しいイタリアンレストランで、彼女とどうしたのかと。で、まあ、ちょっと分からないですね。で、ちょっと次進めていきましょうか。She was reading a book. 彼女は、進行形ですね。過去進行形です。読んでいました、本を。I said hi. 私は言いました、hi と。まあ、こんにちはと。And we talked for about 10 minutes. そして私たちは話しました。For about 10 minutes. 時間の長さを言う場合、前置詞 for でしたね。そして10分ほどという形ですね。ですので、まあ、彼女が本を読んでいて、でそして、こんにちはって声をかけて10分ぐらい話した。It was fun. 楽しかったよ。We talked about our families, our favorite sports, and this city. 私たちは話しましたよ。何についてかというと、私たちの家族、私たちの好きなスポーツ、そしてこの街、あ、この市について。She was very kind to me. 彼女は私にとても優しかったという形ですね。Kind to 誰々という形。Kind の後、ここに入るのは、あ、ここですね。ここに入るのは to ですね。ですので、私に対して優しかったという形ですかね。そして、anyway、まあ、それはさておき、let's go to room 210。じゃあ、210番室に行きましょうという形になっています。Did I? I ran into 戻りまして、状況を考えると、いや加藤さん、あったんだよ、イタリアンレストラン、駅のそばのイタリアンレストランで、で彼女本を読んでて、私がこんにちはって言って、で、まあ、10分ぐらい話して、その内容が家族であったり、好きなスポーツであったり、この市であったり、で彼女優しかったんだよっていう話をしてるんですね。そうしますと、走りに行ってるわけではないですよね。また食事をしに一緒に行ったわけではないですよね。もし一緒に行ったのであれば、10分間しか話さないっていうのもちょっとおかしいですよね。で、まあ、彼女が偶然いた感じですよね。で、あ、本読んでて、あ、こんにちは、じゃあどうもどうもみたいな話をしてっていう形なので、食事に行ったわけでもなく、まあ、建物の中を走るわけでもない、偶然会ったっていうのが一番自然ですよね。ですので、これは、はい、3番、偶然会う答えというふうに思いますね。よいしょ、じゃあ消しちゃいましょう。よいしょ、よいしょ、とっとっとっと。では次です。なぜエミリーは家政婦5と言ったか、日本語で答えましょうと。あ、最後の5点ですね。
まあそれはさておき、じゃあルーム、ごめんなさい、210万室に行きましょうという話だったんですけど、この前を考えていくと、そもそも、ユートがなんでエミリーに話しかけたのかといいますと、大輝の辞書をなくしちゃったからですよね。そしておそらくここでなくしたであろうと、いや今朝ユートがここで会議をしていて、いや実は社長もいて加藤さんもいて、で加藤さんボス、あの上司なの、いやこの間会ってね、ダダダダダダダっていう話があって、まあそれはさておき、じゃあ210番室に行きましょうという話なので、ここに入るのは、まあ辞書ですね、ユートがなくした大学の辞書を探しに行くため、じゃあとりあえずここに行きましょうということだと思います。はい、それではここは終了しましたので、次はここからここまでですね、やっていこうと思います。7番、なぜエミリーは水曜日にユートを見つけられなかったのか、日本語で答えましょうというお話ですね。まあ、水曜日にユートを見つけようとしていたんですね、エミリーは。じゃあそれが出てくるまでちょっと読み進めていきましょうか。Room 210、210番室にてとかですかね。 I checked every seat、 私は確認しましたよと、すべての座席をって形ですね。 But it was not here、しかしそれはここにはなかった。 It って何って言ったら大輝の辞書ですよね、大輝の辞書探しに来てるので、だけどなかったよと。 I think someone took it、 私は思います、誰かが持っていったのだと、それをという形ですね。 Don't give up yet、諦めないでまだですね。 Don't give up、これ命令ですね。どうと、まあ、何しないで。で、give up、これがフレーズですね。諦めるという意味です。そして、yet、まだという副詞ですね。don't give up でももちろん OK です。だけど、まあ、まだ諦めないでというので、yet と書いてますね。look、これも命令文ですね。見て、見て、I found it。私、見つけた、それをという形ですね。ちょっと片言の日本語になってしまいましたけど、まあ私はそれを見つけたよということですね。そして、Oh, great! ああ、よかったと、素晴らしい。Thank you! ありがとう。Where was it? どこにあったのということですね。それはどこにあったの ?It was in this box. それはこの箱の中にあったんですよということですね。そして、I think someone put it in here after the meeting. 私は思いますよと。誰かが put it in。はい。それを入れた。あ、put it かな ?put it。それを置いたとかですね。そういう意味ですね。put it。it っていうのはディクショナリーですね。大規模辞書を指していって、in here。ここにという意味ですね。put it here。っていうことを、まあ、言えないことはないのかな。I think someone put it here. なんですけど、この in っていうのは中にっていうのを強調してるんですね。ですので、put it in here. ですので、この、ここに入れたという形ですかね。ですので、I think someone put it in here. After the meet, 会議の後にと。その会議の後に誰かがそこに入れたんだと私は思いますということですね。そして、Oh, by the way. ああ、で、by the way. これ、ところでとかですね。トピックを変えるときによく使われるフレーズですね。by the way. 話、まあ話題を変えるときとかですね。Where were you on Wednesday? あなたはどこにいたのですか、まあ、どこにあなたはいたのですか、水曜日にという話ですね。あ、出てきましたね、水曜日。で、答え多分ここら辺に書いてあるでしょうと。I was looking for you.私は進行形ですね。look for、はい、look だけですと見るなんですけど、look for でですね、探すという意味があるんですね。ですね、ここでは I was looking for you、 私はあなたを探していたですね。進行形で過去形です。ですので、私はあなたを探していました。なぜならば I wanted to talk with you about our next presentationプレゼンテーション、これ何かといったら発表、まあ、プレゼンテーションって日本語でも言ったりしますかね。はい、ですので私は話したかったんですよあなたと、
何かについて、じゃあ何についてって言ったら、私たちの次のプレゼンテーションについてという話ですね。ですね、水曜日、リュート探していて、なぜかって言ったら、プレゼンについて、次のプレゼンについて話し合ったからということですね。そしてリュートが、Wednesday? 水曜日と。Oh, two days ago と。2日前ねと。Two days ago。I'm sorry, ごめんなさいと。I went home early because my son was sick. 私は went home. あ、これ go home の過去形ですね。ですので、家に帰った。early、早めに。つまり、まあ、早退したって形ですかね。私は早退しましたよ。なぜならば、my son was sick. 私の息子が風邪をひいていたからと。sick。これまあ病気とかですかね。ですが私のまあ息子は病気だったからと。I got a call from the school. 私は得ましたよと。一本の電話をって形ですかね。だから、あなんですね。で、call っていうのはこれ電話がかかってくるとかね。電話という意味もあります。そして、from、どこどこから。the school ですね。学校から。ここ、the があります。なんででしょうと。はい。ユートの息子さんが通っているその学校っていうふうに分かりますよね。なのでここでは the が入るんです。I got a call from the school and needed to take him to the hospital. そして、何々する必要が、連れていく必要がありましたと。needed to。で、連れていくまでかな。はい。連れていく必要があった彼を to the hospital と、病院までと、まあ、病院にかな、に連れていく必要があったというところですね。で、ここ、the がついてます。the hospital、はい。なんでこれ the がついているのかって言ったら、これ実はですね、ちょっと難しいんですけど、いろいろな説があります。これに関しては。実は hospital という場合は、基本的に監視は the が使われますよっていうのがあったりするんですね。なんでと言いますと、あるネイティブのお話によりますと、当時、まあ、昔なんですけどね、昔は病院っていうのがそのエリアに一つしかなかった。だから The Hospital と言って分かっていた。みんなはあそこそこあの一つの病院ねという話で分かっていたという説があります。また、まあ、普通に気づけば The がついていたとかね、そういう別の説もあったりするんです。とりあえずそれは暗記しなさいとか、まあ、決まった建物だとかですね、いろいろあるんですけど、まあ、私が思うにですが、その、まあ、昔は一つしかなくて、でそこでみんな使っていたのが気づいたら定着してしまったから A Hospital ではなくて The Hospital になったと、いうことも考えられますよね。また、まあ、あの2人がね、もちろんエミリーとユートがあどの病院かっていうのが分かっていれば The Hospital ということは全然可能です。例えばエミリーが、ユートの息子さんの通っている高校かな、まあ学校か、高校とかは書いてないか、学校のことを知っていて、その近くの病院とか、もしくはユートがいつも息子さんを連れて行ってる、病院っていうのをエミリーが知ってる場合は The Hospital とする形は全然問題ないです。ですけど、結構あれなんでこれ、共通認識されていないのに The がついているのかな、なんでこのハスピロに関しては座が常についているのかなっていうのがある場合は、そういった背景があるというのがありますね。同様に The Supermarket、 これもですね、あではなくて座が使われることが多いんですね。スーパーマーケット、スーパーです。要はその、食料品とか買うところですね。これも結構座が使われます。なんでかって言ったらですね、まあ、自分がいつも行くスーパーっていうのは限定されているとか、当時はそのエリアに一つしかスーパーがなかったからとか、いうのがあるので、特に共通認識ではないんですけど The Supermarket という形があるんですね。ですので、たまにねこういうふうになんで座が入るのかちょっと説明できないというものもあります。でそれっていうのは多分歴史的な背景があって、いや当時はこうだったんだよと、そういったものから来ているのかなと。もちろんそれも何でしょう、確証がないっていうんですかね、必ずしもそれが正しいというわけではないんですけど、おそらくそうなんじゃないのかなと、そういった説があります。のでたまにそういうのが登場しますので、もし登場した時は、今回みたいにね、ちょっと解説をしておこうかなと思います。
はい、ちょっと話がずれましたが、では、7番ですね。なぜ N を水曜日に言うと見つけられなかったのか日本語で答えましょう。ユートは、そうですね、はい、息子さんが風邪をひいていて、早退したからですね、ここからですね、はい、っていうのが理由ですよと。ですので、ユートが、息子を病院に連れていくため早退したからと。で、病院に連れていく、ここの部分はなくてもいいのかなと思います。早退したからいなかったということですよね。ですので、ユートが早退したから、これが欠けてれば OK かなと思います。はい、それではここが終わりましたので最後の部分に行きましょう。はい、8番、下線部6に次のように理由を足す場合案に入るものも最も適切なものを選びましょうと。Don't worry の後ですね。ではちょっと読んでいきましょうか。病院に連れていかなくちゃいけなかったんだよ。で、I see, how is he doing now? I see, なるほどねって言うんですね。私見るではないですね。How is he doing now? どのように彼はしているのですか今。様子を聞いてる形ですね。彼元気というのが、これの正しい訳です。He is fine. 彼元気だよ。He did not go to school yesterday.彼は行かなかった学校に昨日はと。Because, なぜならば、he was not feeling well. 彼は、あんま調子が良くなかった。feel っていうのは感じるとかですかね。そういった気分であると。ですので、これは was not feeling. そういった気分では、よくいい気分ではなかったって感じですかね。いうのが、直訳です。ですけど、日本語っぽく言うのであれば、体調は良くなかったっていう感じですかね。しかし、He went to school today. 彼は行きました。学校に今日は。ってやつですね。I think he's doing okay. 私は思います。彼はよくして、ごめんなさいね。He is doing. 彼はしていると。現在進行形です。OK って形ですかね。ですので、彼大丈夫だと思うよってことですね。Anyway、それはさておき、When is our next presentation? それはさておき、いつですか、私たちの次のプレゼンテーションはという文章ですね。It is in April. それは4月にありますよと。月、何月にですので、前置詞ですね。But we have only 3 weeks. しかし私たちには3週間しかないですよって感じですね。なので、I was making a schedule. 私は過去進行形です。作っていましたスケジュールをって感じですね。そして、Don't worry. これ心配しないでという意味ですね。で、Do you want to talk about it now? あなたは話したいですか？それについて今という形になってますね。そして、Sure! もちろん Let's go back to our office and make our schedule. 何々しましょうですね。Go back. 戻りましょう。私たちのオフィスにですね。そして、Make our schedule. 作りましょう。私たちのスケジュールをと。これ、レッツの部分。レッツが、ここからここと、ここからここに変わってますね。ですので、Let's go back to your office and do Let's make our schedule という形になってますね。はい。では、Don't worry に戻ってきました。下線ブログ。理由を足す場合ですね。よいしょ、ちょっと分かりにくいから消してしまいましょうか。はい、ポイントはこのエモリーの部分ですかね。はい、4月に、プレゼンテーションが行われるって話なんだけど、3週間しかないよって話をしてるんですね。だけど心配しないでってことを言っているので、多分時間、これだけで十分でしょうみたいな感じなんでしょうね。でそれで Don't worry because we have enough time。
私たちにはあります十分な時間がと、まあ、多分1番でしょうね。で、まあ、2、3、4も見てみましょう。2番、 My son is feeling well now。 私の息子は、まあ、体調が、まあ気分がいい、まあっていうのが直訳ですけど、まあ、体調がいいですよ今はもうって形ですかね。まあ、それは関係ないという話ですね。3番、 Our last presentation had a lot of pictures。 私たちの、まあ、前回の最後のプレゼンテーションはありました、たくさんの写真がと。それもちょっと違いますね。4番、 I can borrow the dictionary from Daiki again。 私は借りることができます、辞書を Daiki から再びという形ですね。Daiki からまた辞書を借りられるって関係ないですよね。ですので時間について言っているので、これは1番の答えというふうになりますね。よいしょ。では次です。この会話のあたり言うとエミリーが行ったと思うものを一つ選びましょうと。最後の部分ですね。Do you want to talk about it now? まあ、スケジュールとか、まあ、プレゼンの話をしていまして、そして、そのことについて今から話すって言ったら、エミリーが Sure, もちろん Let's go back to your office。 オフィスに戻ってスケジュールを作りましょうってことを言っているので、この後行ったものっていうのは加藤さんとの打ち合わせではない、次回の発表についての打ち合わせでしょうね。会議室の片付けではない、昼食のためにイタリアレストランにも行っていないと思いますので、はい、2番ですね。次回の発表についての打ち合わせという形になりますね。よいしょ。では次です。10番、本文の内容とは異なるものをもう一つ選びましょう。1番ですね、ユートとエミリーの会話金曜日に行われたと。これはどこで分かるのかと言いますと、ユートとエミリー、ここですね、Wednesday? Oh, two days ago って話をします。エミリーがユートを探していて、水曜日どこにいたのって話がありましたよね。で、水曜日、あ、2日前ねって話をしているので、今は金曜日で2日前、木、水、ああ、なるほど、その時ねっていうのが分かると思います。ですので、これは正しいですね。次、井口さんは井口とエミリーの勤めている会社の社長である。そうですね、これは、井口さんと会議があったんだよって、いう話をしましたね。あ、エミリーが、Room 210、215室、それは井口さんのオフィスのそばだね。で、そうだよって、He was in the meeting too。彼も会議にいたんだって話をした後に、エミリーが、Wait、待って。Were you having a meeting with the president? 社長と会議を行っていたのってことを言っていますので、井口さんは社長だというのが分かります。3番、加藤さんとエミリーは先週レストランで会話をしたと。はい、イタリアンレストランで会ったって話してましたよね。イタリアンレストラン、はい、で加藤さんに会いましたよと。ですね、Why did you talk? あ、そうですね、Emily が Is Miss Kato your boss? I talked to her last week. 先週話したんだよと。で、彼女いい人だと思うよって話をした後に、いや、イタリアンレストラン、駅のそばのイタリアンレストランで会ったんだよって話をしてますので、よいしょ。3番でもない。4番、ユートとエミリーは来週プレゼンテーションを行う予定と。来週ではなかったですよね。最後ですね、プレゼンの話、4月です。But we have only 3 weeks. 3週間しかないって話をしているので、来週ではないですね。ですので答えは4番というふうになりますね。よいしょ。はい、それでは次です。キーポイント、ここがポイントと。過去進行形はですね、主に何々していたと訳されますと。文の基本的な作り方は現在進行形の B 動詞を過去形にするだけで完成となります。つまり B 動詞の過去形プラス一般動詞の原形 ING という形になりますよという話ですね。現在進行形もうこれ何回も練習登場してます。
これの B 動詞の部分、そこを過去形にしてあげるだけで過去進行形は完成してしまうんですね。でそれはまあ比較的簡単かなと思います。B 動詞の過去形プラス一般動詞の原形は ING で何々していたを表しますよと。例えば肯定文の場合ですと、主語プラス B 動詞の過去形プラス一般動詞の原形は ING プラスなんとかと。例えば He was studying English、 彼は英語を勉強していましたという形ですね。 He is にすると、これ現在進行形ですので、彼は英語の勉強しているになりますよね。はい。でそれはポイントは B 動詞の部分ですね。ここを過去形に変えてあげるだけです。否定文、基本的には同じです。主語プラス B 動詞の過去形 not プラス一般動詞の原形 ing プラスなんとかと。 He was not studying English、 彼は英語を勉強していませんでしたという形ですね。 B 動詞の部分を否定してあげると否定文が完成ということになります。疑問文は B 動詞の過去形プラス主語プラス一般動詞の原形 ing プラスなんとかと。まあこの肯定文の B 動詞、これを先頭に持ってきてあげるだけですね。で答えるときは Yes カンマ代名詞プラス B 動詞の過去形、もしくは No カンマ代名詞プラス B 動詞の過去形プラス Not と。で基本的にこの2つを省略した、あ、ごめんなさい、短縮した形を使うのが一般的ということです。 Was he studying English?、彼は英語を勉強していたのですか、No he wasn't、いいえしていませんでしたという形になりますね。そして疑問詞プラス疑問文の場合ですね、疑問詞プラス B 動詞の過去形プラス主語プラス一般動詞の原形 ING プラスなんとかという形になります。そして主語を尋ねる疑問文の場合は、主語の部分、この部分がなくなりますよと。さあこちらの例ですね。でまず上の方、Where was he studying English? 彼はどこで英語を勉強していたのですかと。 He was studying in the library、 彼は図書館で勉強をしていましたという形ですね。そして Who was studying English? 太郎は、主語を尋ねる疑問文です。誰が英語を勉強していたのですかと。 Who was studying ですね。ですのでこれ主語を聞いてますよね。誰がと。なのでこの部分がなくなってます。疑問詞、B 動詞で一般動詞の原形 ING で、まあ、English という形になってますね。で誰が英語を勉強していたのですか。太郎ですという形になってます。そしてプラスワンです。ago と before の違いと。ago と before は両方とも何々の前にと訳されるんですけど、基本的に ago は10 minutes ago、ここが10分前のですね。とか、2 years ago、まあ、2年前にのように、期間プラス ago の形で、現在から前にとを表すんですね。一方で、before はどうなのかと言いますと、before 5 o'clock、これ5時前にとかですね。2 days before the festival、 祭りの2日前にのように、期間プラス before プラスある時点の形で、ある時点から前に終わりますんですね。ですので例えば He came here 10 minutes ago、 これで彼は今から10分前にここに来ましたよと。ですので、まあ、今が例えば12時なのであれば11時50分に着きましたよっていう話なんですね。ポイントは今から見て、どれくらい前に来たのかっていうのがポイント。一方で He came here 10 minutes before the meeting、 これで彼は会議の10分前にここに来ました。10 minutes before なんですけど、じゃあ何の前なんですかっていうのがここなんですね。 The meeting、 まあ、会議の前ということなんです。でそれである時点からという形なんですね。He came here、 これ10 minutes を消しちゃっても He came here before the meeting、 これでまあ会議の前に彼は来ましたよと、そういった表現もできます。でまあ具体的にどれくらい前に来たのかというのを表す場合っていうのは、時間が入るというお話なんですね。よいしょ。それでは Let's translate 和訳書を全文の和訳を書いていきましょうと。またビデオ講義を使っておのおの練習も行っていきましょうと。今度は後ほどですね。はい、では最初です。 You と Can you help me、これ手伝ってくれますか私を、あなたはできますかではないのがポイントという話をしました。ですので手伝ってくれると。 It is an emergency、 これは緊急事態ですよと。
緊急事態が起きてしまってみたいなことですかね。I need your help right now. 私は必要です。あなたの助けが。Help。これ動詞として助けるという意味もあるんですけど、ここでは名詞ですね。あなたの助けという形になっています。で、あなたの助けが今すぐ必要でということですね。What happened? 何が起きたのということですね。これフレーズです。What happened? What did happen? にならないので注意してください。で、I borrowed the Daiki's dictionary, but I lost it.私は借りました大輝の辞書をと。しかし私は失ってしまったそれを、まあ、なくしたですねという形になりますね。ですので大輝の辞書を借りたんだけどなくしちゃってというふうになります。よいしょ。はい。I had a meeting this morning and I was using it.私にはありました。まあ、have っていうのはですね、結構便利な名詞で、持っているっていう意味もあれば、まあ、何々があると、私にはあったというのが今回ですね。ですので、私にはありました。一つの会議が今朝という形になっています。そして、私は使っていました。それをですね、過去進行形の形になっています。それ今朝会議があって使っていたんだというふうになりますね。I didn't use it after I came back to her office. 私は使わなかったですよと。それを大輝の辞書ですね。何々の後でと。I came back to her office. 私が戻ってきてから私たちのオフィスにという形になりますね。ですので、はい、私たちのオフィスに戻ってきた後は使っていない。からとかので I think it is in the meeting room 私は思います。それはつまり大輝の辞書っていうのは会議室、まあ、今朝使っていた会議室ですね。だから名がついていると。でまあその中にっていうんですかね、会議室の中にあるとということです。ですのでそれは会議室にあると思うということですね。そして Emily が Which room were you using? どの部屋をあなたは使っていたのという形ですね。過去進行形の疑問詞のつく疑問文ですね。はい。で、それはどの部屋使っていたのというふうになります。よいしょ。で、言うとですね、It was room 210. それは部屋番号210ですよ。It is on the second floor. それは2階にありますってことですね。先ほども簡単に説明しましたが、まあ、何階という場合、前置詞で本がまず使われます。1階、2階、3階とかね。まあ、その上に乗っかってるってイメージです。そして、The second floor。なんでかって言ったら、この会社がある建物の2階と。いう形になりますので、まあ、どの建物の2階なのかというのが限定されているので、ここは座が入るということです。で、まあ、210番室だよと、2階にあるんだと。そして Room 210 210番室、 That is by Mr. Iguchi's office、 それは井口さんのオフィスのそばですねということですね。はい。そして Right、で正しい、まあ、その通りだねっていう感じですね。例えばそうそうとかそういった意味ですかね。He was in the meeting too. 彼もいました会議にってことですね。And the、 なんでこれ「だ」がついているのかと言いますと、まあ、ユートが出席した会議と、210番室で行われた、あ、今朝行われたユートが出席した会議というふうに、どの会議なのか限定されているので「だ」がついている。It was a very big meeting.それはとても大きな会議でしたということですね。で、それまあそうだね、彼は会議にいたんだよ、そしてとても大きな会議だったんだよということですね。よいしょ。はい。そして I think we had about 30 people. 私は思いますよ、私たちにはいたと大体30人という形ですね。はい、30人ぐらいいたと思うよと。Wait! 待って!
Were you having a meeting with the president? あなたは行っていたのですかね。過去進行形です。会議を社長という話ですね。President 社長なんですけど、この会社の社長っていうのが限定されているので The President というふうになりますね。ですので待って、はい、あなた社長と会議を行っていたの。 Why was he there? なんで彼がそこにいたのですね。過去形ですからね。そして Because we needed to talk about our new project with him。 なぜならば私たちは話す必要があったからですよ。何かについて、何についてって言ったら私たちの新しいプロジェクトについて、彼と一緒にって感じですかね。ですのでよいしょ、なぜなら私たちが彼と私たちの新しいプロジェクトについて話す必要があったからだよということになりますね。どうかな、はい、よいしょ。そして It started in January, but it is not going well, so we needed to change our plan. はい、それは、まあ、私たちの新しいプロジェクトですね。始まりましたよ。1月にですね、何月にという場合、前置詞が使われますね。で、それはまあ1月に始まったんだけど、It is not going well。これ進行形ですね。まあ進んでいない、よくはということですかね。ですので、まあうまくいっていないんだよって形ですね。So, だから We needed to change our plan。 私たちは変える必要がある。私たちのプラン、計画をということですね。ですので1月に始まったんだけどうまくいっていないんだと。でだから私たちの計画を変える必要があったんだということですね。 Was he sitting close to you? 彼は座っていたのと。過去進行形ですね。Close to 何々の近くにっていうのは close to ですね。逆に遠くにっていうのは far from ですね。ですので Was he sitting far from you? って言ったら彼とは離れて座っていたのという意味になりますね。でまあ彼は近くに座っていたのというのがこちらですね。はい。そして Yes そうだよ。He was sitting on my left。 彼は座っていました、私の左側に。どっち側にとサイドを言う場合は、まあ、オンが前置詞としてよく使われますね。でそれで、うんと。彼は私の左に座っていたんだということになりますね。そして、Miss Kato, my boss, was sitting on my right, so I was nervous.で、加藤さんで誰ですかって言ったら私の上司ですね。ですので私の上司である加藤さんが座っていた私の右側にという形ですね。だから I was nervous、 私は緊張していましたという文章ですね。で私の上司の加藤さんは私の右に座っていたから私は緊張したと。そして My hands were shaking the whole time、私の両手ですね、hand、ずっと複数形になってますので。で、震えていたですね、過去進行形です。The whole time。これも一つのフレーズですね。まあ、その間ずっとということです。ですので、よいしょ、私の手、まあ、両手はずっと震えていました。Is Ms. Kato your boss?、加藤さんはあなたの上司なのですか ?I talked to her last week.私は話しました、私は話しました、彼女と選手という形になってますね。よいしょ。加藤さん、あなたの上司なの？私は彼女と選手話しました。 Last week、まあ、Week の場合ですと in の前置詞使われるかなと思うんですけど Last、はい、こいつが結構クセモノでして Last を入れると、まあ、この部分が副詞句になるんですね、まあ、副詞と同じ扱い方になります。ですので、このイントが入らないということですね。よいしょ。はい、次。I think she's a nice person. 私は思います。何をと言ったら、彼女はいい人だとってことですね。I think she's a nice person. 彼女はいい人だと思うよと。
Why did you talk to her? なぜあなたは話したの彼女とという形ですね。よいしょ、なぜ彼女と話したのと。Because I ran into her at the new Italian restaurant by the station. なぜなら私は偶然会うでしたね。Ran into 彼女に。At どこでって言ったら、新しいイタリアンレストランですよと。どこにあるのって言ったら、by the station。駅のそばのということですね。で、それは、駅のそばの新しいイタリアンレストランで、彼女に偶然会ったからだよっていうのがこちらの文章ですね。なぜなら駅のそばの新しいイタリア、イタリア料理店ですね。で、彼女に偶然会ったからだよってことです。よいしょ。そして、She was reading a book. I said hi and we talked for about 10 minutes.彼女は読んでいました本をっていうのが本当ですね。過去進行形です。I said hi. 私は言いました。Hi. こんにちはと。そして私たちは話しましたと。で、for. どれくらいの間と。For about 10 minutes. 10分ぐらいということですね。彼女は本を読んでいてねと。私はこんにちはと言って、私たち10分ほど話したのと。It was fun.楽しかったよ。And we talked about our families, our favorite sports, and this city. 私たちは話しました。私たちの家族のこと、私たちの好きなスポーツ、そしてこの市についてということですね。大丈夫かな。Then she was very kind to me. 彼女はとても優しかったですね。私に対してって形ですかね。Kind to 誰々で誰々に対して優しいとかそういった意味になります。で、anyway、それはさておき、 Let's go to room 210、210番室に行きましょうと言うんですね。彼女は私に対してとても親切でしたと。よいしょ。はい、とにかく210番室に行きましょうと。はい、で、in room 210、210番室で、I checked every seat, but it was not here. 私は確認しました。すべての、全部の座席をと。これ、ポイント、every っていうとですね、S をつけたくなる気持ちはわかるんですけど、すべて、だから複数だろうと思いがちなんですけど、これ、単数扱いなんですね。ですので、every seat になります。seat ではないので、これ注意してくださいね。every の後は単数形です。例えば、Everyone って言葉ありますよね。はい。One。1ですよね。なんかそれを、これを覚えておくと、この後に入るのは単数形だというのが分かるかなと思います。Everyone。One というより1なので、はい、この後っていうのは単数形です。よいしょ。すべての座標で確認しましたが、It was not here。それはここにはなかったです。I think someone took it. 私は思います。誰かが持っていったのだとそれをという形ですね。それだけチェックしたけど、ここにはなかったよ。誰かが持っていたと思う。Don't give up yet. 諦めるがギブアップですよね。ですので、諦めないで命令文。まだ。という形ですね。Look, 見て。I found it. 見つけたよ。というのが書いてあります。まだ諦めないで。見て。見つけたよ。Oh, great! 素晴らしい。Thank you! ありがとう。Where was it? どこにそれはあったのって形ですね。おー、素晴らしい。ありがとう。どこにあったのというふうになりますね。よいしょ。Emily が、It wasn't in this box. それはこの箱の中にあったんだよということですね。はい。で、I think someone put it in here after the meeting. 私は思います。誰かがそれを置いた、入れた。この中に、after the meeting、会議の後だと。あなたがあった会議、あなたが今朝参加した会議っていうんですかね、の後に入れたんだと私は思いますって形ですね。会議の後、誰かがここにいたんだと思うよと。Oh, by the way.
ああ、ところで。Where were you on Wednesday? By the way、これところでってことですね。あのトピックが変わる、話のトピックが変わるときに使われるフレーズです。Where were you? どこにいたの on Wednesday? なんとか曜日と。なんとか曜日にという場合は、前置詞を使いますね。ですので、まあ、水曜日どこにいたのと。I was looking for you. 私は探していたですね。Look for. これ探すなんですけど、進行形、探しているが過去形になるので、探していましたあなたを。なぜならば、I wanted to talk with you about our next, about our next presentation. 私は話したかったんです。あなたと何についてかって言ったら、Our next presentation. 私たちの次のプレゼンテーションに関してということですね。ですので、よいしょ、あなたを探していたの、なぜならば、私たちのプレゼンテーションについてあなたと話したかったからってことですね。よいしょ。で、言うと、Wednesday? 水曜日 Oh, two days ago. ああ、2日前ね。ああ、ごめんなさい。I'm sorry ですね。水曜日ああ、2日前ね。ごめんなさい。I went home early. 私は帰った家に早く。なぜならば、私の息子が風邪だったかなって感じですね。ですので、私は早退したと。家早く家に帰ったんだと、なぜならうちの息子は病気だったからってことですね。I got a call from the school and needed to take him to the hospital と、私は電話を得た、まあ電話を受けたとかですかね、from どこどこから the school 学校から、その学校ではなくて、まあ息子さんの通ってる学校って感じですかね。ですので、まあ学校から電話を受けて、needed to take、連れていく必要があった彼を病院までっていうことですね。まあ、病院にの方がいいのかな、to だから。学校から電話があって、彼を病院に連れていく必要があったんだってことですね。そして、エムリーが I see と。あ、なるほどね。How is he doing now?どうしてる彼は今ってことですね。まあ何々している。これ現在進行形ですね。過去ではなくて。ですので、今はどうしているのって話ですね。まあ彼元気とかですかね。He's fine. 彼は元気だよと。He did not go to school yesterday. 彼は行かなかったですよ。Did not go. 学校に昨日は。なぜならば、he was not feeling well、彼は体調が良くなかったですかね。まあ、feel というのは感じるって意味なんですけど、まあ、よくは感じてなかったから、まあ、つまり体調が良くなかったからということですね。しかし、he went to school today。彼は行きました、学校に今日という形になりますね。ですので、彼は大丈夫だよと。彼は昨日学校に行かなかったんだと。体調が良くなかったからと。だけど彼は今日は学校に行ったよということですね。よいしょ。はい、そして I think he's doing okay. Anyway, when is our next presentation?私は思います。彼は、まあ、doing、何々していると。OK にしている。つまりまあ大丈夫だという感じですかね。よいしょ。OK にしていると。まあとりあえず、あ、とりあえず、まあそうです。まあそれはさておき。When is our next presentation? いつですか私たちの次のプレゼンテーションは発表はとかですかね。彼は元気にしていると思うよと。それで私たちの次のプレゼンテーションはいつということですね。よいしょ。It is in April. それは4月にありますって感じですかね。It って何って言ったら私たちの次のプレゼンテーションですね。
はい、これが1点ですね。プレゼンテーション。はい。で、しかし、we have only 3 weeks、しかし、私たちにはあります、たったの3週間。で、それで、まあ、3週間しかないってことですね。だから、I was making a schedule。私は作っていました。過去進行形ですね。スケジュールをってことですね。4月だけど、私たちには3週間しかないので、私はスケジュール作っていたのってことですね。で、いいとか、Don't worry、まあ、気にしないで。Do you want to talk about it now?あなたは話したいですか?それについて今っていう形ですね。で、まあ、心配しないで。今そのことについて話したい。で、Emily が Sure、まあ、もちろん。いいねとかね。そういった意味もありますかね。Let's go back to our office、私たちのオフィスに戻りましょう。とそして、Make our schedule。そして作りましょう、私たちのスケジュールを。で、先ほども簡単に説明したんですけど、Let's、これが2つにかかってるって感じですかね。で、それは Let's go back to your office and let's make our schedule っていうのがこちらの形になります。で、それで、まあ、もちろん、私たちのオフィスに戻ってスケジュールを作りましょうという形になりますね。よしと。はい、それでは音読をやっていこうと思います。で、読んでいきますね。Can you help me? It is an emergency. I need your help right now. What happened? I borrowed Daiki's dictionary, but I lost it. I had a meeting this morning, and I was using it. I didn't use it after I came back to our office,So I think it is in the meeting room. Which room were you using? It was room 210. It is on the second floor. Room 210? That is by Mr. Iguchi's office. Right. He was in the meeting too. It was a very big meeting.I think we had about 30 people. Wait, were you having a meeting with the president? Why was he there? Because we needed to talk about our new project with him. It started in January, but it is not going well, so we needed to change our plan. Was he sitting close to you? Yes, he was sitting on my left.Ms. Kato, my boss, was sitting on my right, so I was nervous. My hands were shaking the whole time. Is Ms. Kato your boss? I talked to her last week. I think she's a nice person. Why did you talk to her? Because I ran into her at the new Italian restaurant by the station.She was reading a book. I said hi and we talked for about 10 minutes. It was fun. We talked about our families, our favorite sports, and this city. She was very kind to me. Anyway, let's go to room 210. In room 210, I checked every seat, but it was not here. I think someone took it. Don't give up yet. Look, I found it.Oh, great. Thank you. Where was it? It was in this box. I think someone put it in here after the meeting. Oh, by the way, where were you on Wednesday? I was looking for you because I wanted to talk with you about our next presentation. Wednesday?Oh, 2 days ago. I'm sorry. I went home early because my son was sick. I got a call from the school and needed to take him to the hospital. I see. How's he doing now?
He's fine. He did not go to school yesterday because he was not feeling well, but he went to school today. I think he's doing okay. Anyway, when is our next presentation? It is in April, but we have only 3 weeks, so I was making a schedule.Don't worry. Do you want to talk about it now? Sure. Let's go back to our office and make our schedule. はい。それではボキャブラリーですね。語句の確認に入っていこうと思います。今回確か登場したのはこれらの単語ですね。Someone、誰かとかある人とかですかね。Present、社長、大統領。っていう意味もありますね。大統領に呼びかけるとき、まあ、アメリカの何でしょう、記者会見とかでよく見られるのが Mr. President ってやつですかね。そういうのありますね。会長、学長とかもありますね。Project、まあ、事業企画とかプロジェクトって言った意味もありますね。ハスピロ、病院ですね。Emergency、まあ、不可算名詞、具体的な場合は不可算名詞ですよと。非常時、緊急事態と。まあ、今回の場合、It is an emergency というふうに単数形で出てましたね。An emergency ですかね。Emergency。これはまあ具体的。要は、唾液の辞書をなくしてしまった、まあ、具体的な緊急事態ですよね。ですので、これは単数形で使われている。まあ、加算名詞かで使われているということですね。Plan は計画、あと計画すると、まあ、動詞もありますね。Borrow 借りる、happen 起こる、生じるですね。Shake 震え、揺さぶる、震えるとかですね。Feel 感じないような気がすると。体調がいいという意味で feel well、体調が悪いという意味で feel bad が使われますよと。Sick、そうですね、病気やめにかかった。Enough 十分な不足のないとかですね。Anyway、とにかく副詞です。Anyway や by the way はカンマを伴って文頭で使われることが多いですね。Anyway の代わりに anyhow を使われることもありますよと。例えば、anyway とか anyhow、let's do this、とにかくこれをしましょう。とか、by the way、where is Gaku? ところで、Gaku はどことかですかね。はい、そういうのがあります。yet ですね。まあ、まだ。don't give up yet というのは確か本で登場しましたね。don't give up yet。まだ諦めないでっていう形でしょうね。よいしょ。あご、今より前に。あ、疑問ここで出てますね。諦める、習慣しようなどやめる。look for 何より探す、何より絵を求める。on one's left, right。まあ、誰か何かの左は左と右ですね。on one's left, right の one's の部分には代名詞の収穫を主に使われますよ。he's sitting on my right。彼は私の右側に座っています。もちろんこれ前でなくてもね、his right とか、her right とかでも OK です。The whole time, ずっと終始とですね。The whole afternoon, 午後はずっと。The whole day, 一日中というように、The whole, なんとかの形でずっと意味しますよと。まあ、whole time だけでなくて、The whole day, 一日中とかね。この time の部分を変えられるということです。What happened? 何があったの、何が起きたの、どうしたのという意味になります。はい、大丈夫ですかね。よいしょ。では、はい、今回の練習、レビュー、まとめを書いて、おしまいにしていこうと思います。今回、まあ、気づいたこととかね、反省点とか学んだことあれば、こちらに書いて、終わりにしていきましょう。